皆さんこんばんは。こんばんはってこんにちはですかね、まだ。ミスと申します。よろしくお願いします。僕も大五郎さんとつながりがありまして、ツイートキャスティングを通してですね、いろんな方とはもう知り合って、こういった形でですねライブをさせていただく、ことになりました。あまり喋りが得意ではないので、曲に行きたいと思います。よろしくお願いします。Yeah.
ですね、オリジナルを中心にライブをやってまして、ですね、今のは花火という、まあ、ちょっと季節は外れてしまったんですけども、夏の歌です。続きましてですね、僕は実はもう30代後半でですね、もう40も間近に迫ってるんですけども、そんなこう年、自分の誕生日がですね、ちょっと迎えるごとにちょっとこう誕生日だって嬉しい気持ちとですね、あとやっぱちょっと年取っちゃったなっていう焦りというかですね。昭和50年52年ですね。はい。これだ。そういったちょっと自分のですね。自虐的にちょっと歌を歌いますね。ハッピーバースデートゥーミーという歌を聴いてください。全く知らないと思うのでですね、一曲だけちょっとカバーを、やっていこうと思います。一応、ゆずの曲をですねやろうと思うんですが、多分一番有名な曲だと思います。栄光の架け橋を聴いてください。道では流
がり歩んできた道だ。あの時思い描いた夢の途中に今も何度も栄光の架け橋、ゆずの、カバーでした。ですね、ちょっとこんな感じでですね、あんまり激しい歌はあまりできないんですけども、ですね、唯一ちょっと皆さんにちょっと一緒に手伝っていただきたい歌がありましてですね、
まあ、もし声出せたらって結構ですので、曲の後半に、ちょっとおーって言ったらおーって返してくれるようなですね曲が、ありますので、もし声が多分ちょっとアルコールで消毒していただいてですね、ちょっと一緒に出していただけると嬉しいです。シンガーソングライターというあのオリジナルを聴いてください。Thank you.
間が経つのが早いんですね。本当すごく楽しく演奏させていただいているんですが、名残惜しいですが、今日次が、最後の曲になります。ありがとうございます。はい、最後の曲はですね、そうですね、最後の曲は、微笑みのメロディーというオリジナルで、終えたいと思います。ですね、一応僕はライブをちょこっと、まあ、ツイキャス以外にもですねライブをちょっとやってまして、ですね、11月の、15日に、ちょっとここからだと遠いんですけど、恵比寿の、ややっていうお店で、今 PA をやっていただいてます。大五郎さんと、一緒にですねややというお店に出演してきます。もしなんかご興味ございましたらですね、大五郎さんのホームページの方が多分行きやすいと思いますんで、ちょっと見ていただけると嬉しいです。最後の曲、微笑みのメロディーです。どうもありがとうございました。Thank you.
ました。ミックでした。